第二次世界大戦後、日本各地で約20人の自称天皇が出現していた。その中でも有名なのが熊沢天皇こと熊沢博道。名古屋市で洋品雑貨屋の経営をしていた熊沢は、1945年11月マッカーサーに、自分は五代の天皇から数えて22代目である。昭和天皇は北朝系の偽天皇で、南朝政党の自分に皇位を返還すべきである、という請願書を送りつけた。単なる虚言癖の話かと思いきや、1946年1月下旬、熊沢天皇の記事が来布し、ロイターなどに報道される。これを仕掛けたのは GHQ だった。戦後、天皇の存在について悩んだ GHQ は熊沢を使って国民を操ろうとした。そのため、熊沢天皇ブームが起こり、全国各地に熊沢天皇講演会が設立された。昭和天皇が愛知県に行った際、記事に、あれが熊沢天皇の実家です、といった記憶も残っている。しかし結局 GHQ は天皇を国民の象徴とすることにし、熊沢を見捨てる。人々から忘れられた熊沢は、晩年には元公爵や元海軍大将などを立ち会い人として法王にもなったが、東京のアパートに密かに暮らし、膵臓がんで死去した。